じっとしてんね。じゃあね、バイバイ。プンです。今日は浦山口駅から武甲山に登山していきたいと思います。それでは出発します。武甲山の橋立登山口に向かいます。やはり川の近くは気持ちいいです。じゃあ武甲山向けて頑張っていきましょう。このような林道を歩いていきます。結構長いですよね。頑張って武甲山山頂を目指しましょう。もうこちらは川から離れてつづら折れの道を歩いているところです。川の近くの時は結構量があったんですけど、こちらに来るとね、少し蒸し暑いというか暑いです。この時期の低山は暑いですよね。頑張って頂上を目指します。ちょっと今日は霧がかかってて、クマさんとかに注意した方がいいですね。気をつけていきましょう。霧の中に包まれちゃってますね。もう何にも外の景色がわからない状態です。長者屋敷の頭に到着しました。疲れました。今日はトップバリューのフローズンドリンクゼリー、こちらをカチカチに凍らせてきました。まだひんやり冷たいです。おいしい。それでは武甲山山頂めがけて頑張っていきましょう。それでは武甲山の山頂、あともう少しですね、約5分って書いてあります。頑張っていきましょう。ちょっと雨が降ってきちゃいましたね。こちらの箱には、助け合い、困った時にお使いくださいって書いてありますね。こちらは以前なかったように感じるんですが、この中には電池とかセイロガンとか、素晴らしいですね。絆創膏とか軍手とかね、スポーツドリンクの粉も入ってます。素晴らしい。困った時にこういうのがあると助かりますね。懐中電灯もあるみたい。素晴らしいですね。プン山
外で何にも見えません。こういう日もありますね。でも気持ちいい、はあ、今日のおやつはソイジョイの抹茶&マカデミアです。一の鳥居を目指して下山していこうと思います。次広場到着しました。とってもかっこいいですよね。いつ来ても癒されます。では大杉広場を出発したいと思います。霧が抜けてきましたね。さっきのところ辺すごく滑りやすかったんですけど、現在の時刻は14時5分、標高は934メートルです。ほい、27丁目もう少しですね。なんか動いたと思ったらカエルちゃんでした。びっくりしました。かわいいけど飛ぶと怖いよね。じーっとしてね。じゃあカエルちゃんさよなら。もうちょっと端っこ行った方がいいよ、人に踏まれちゃうよ。ここまで下山してきましたね。頑張ってって元気づけられるとこです。ちょっとそちらで手を洗って一の鳥居に向かいたいと思います。こちらのお店はいつも気になるんですよね。土日サイズしかこのお店はいつも気になるんですよね。土日サイズしかやってなくて、でしかもこの鹿肉入りソーセージホットドッグが食べてみたいです。美味しそう。すごい、ビールと食べたい。福岡さん今日もありがとう。一の鳥居到着です。イエーイ。それでは横瀬駅を目指して帰っていきたいと思います。今日は裏山口駅からのルートで武甲山を目指す。今日は裏山口駅から武甲山へ向かういつもとは違うルートを歩いてみました。川の脇に林道が走ってて、それが結構長かったんですけれども、その後はつづら折りになった道をどん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 登ってきまして、それであとは結構急な斜面を登っていきましたかね。こう武甲山の違ったカラーが見えて良かったなと思います。武甲山からの帰りで一の鳥居まではいつもの私の大好きなルートなんですが、やはり大杉とか他にも癒される箇所がいっぱいあって、やっぱり落ち着きます。武甲山はやっぱり大好きです。